J-WAVE WOW MUSIC をお聴きの皆さん、こんばんは、蔦谷浩一です。今週も始まりました、クリエイター同士による音楽座談会 WOW MUSIC、今日はなんと稲葉浩志さんをゲストにお迎えいたしますけどもね、マジで僕大好きなんですよ。めちゃくちゃかっこいい、かっこいいというかもう素敵。こうやってちゃんとこう2人で話すっていうのは、ほぼ初めてなので、僕も非常に楽しみにしております。J-WAVE WOW MUSIC、 今日はなんと稲葉浩志さんをお迎えしました。お久しぶりです。こんばんは、よろしくお願いします。でこの番組はこうアーティストのいろいろルーツだったりとか、いろいろ掘っていくっていう番組なんですが、インタビューとかあんまりこういうのされてるイメージがないんですけども、そう、多分、はい、あの過去に散々やってもう誰も聞きたくなくなったんじゃないですか。多分だからこう今こう聞いても結構みんな知ってることかなとか思うんですけど、あかもう一瞬待ってもうみんな知らない、知らないどっちかですね。そんなことはないと思うんですけど、じゃあ僕がちょっとまあもういろいろ聞かせてもらってもいいでしょうか。ええ、もちろんです。やっぱロック少年だったんですか、やっぱ子供の頃から。僕はまあ兄がいてですね、スウェーデン。で兄がまあレコード家でガンガンかけてて、それをまあ聞いてたっていうのがまあ一番その始まりというか、音楽に対しては。おいくつぐらいの時ですか。僕が小学生の頃とかですよね。小学校どのぐらいですか。自分でラジカセを持ってエアチェックってあるじゃないですか、ね。FM 放送。ああいうことをこうやり始めたのが5年生とかぐらいの時ですね。洋楽が多かったんですか、やっぱり。いや、そうですね、やっぱり情報がだいぶなくてですね、当時は全米とか全英とかのトップチャートみたいなのをやる番組がたまにあったりして、はい、でそういうなんかチャート番組を聞いてたりとかして、だからもうただロックというのにはこだわってなかったというか、あんまりそういう意識はなかったんですけど、だから本当にオリビア・ニュートン・ジョンとかも、あ、なるほど、いわゆるかかったら聞くみたいな感じでしたよね。中学校ぐらいだとまた世界が広がるじゃないですか、友達も変わって。そうですね、うん、まあ、それ以前にそのいわゆる日本で流れてるヒット曲、はい、歌謡曲は当然ずっと聴いてたんですよ、うんうん、毎週のように流れてるヒット曲は。その時代はどんなのを聴いてますか。それこそもう沢田研二さんとか、はいはいはい、ルビーの指輪の寺脇さんの頃とか、はいはい、あともう本当に歌謡曲の西城秀樹さんとかですね、はいはいはい、すでにその頃なんか音楽に対して憧れだったりなんかあったんですか。いや、自分でその歌うとかっていう感覚は全くなくて、もう本当にリスナーですね、でまあその中学に入るとまあまたラジオ番組とかの影響で、当時はまああのニューウェーブって呼ばれてたの、イギリスのパンクとかあの辺をなんかなぜか聞き始めて、それにはだいぶ聞いてましたね。ハードロックとかに行き着いたのはいつぐらいなんですか。ハードロックはそれより前から、その例えばキスとかクイーンとかその辺はまあ聞いてたんですけど、それと並行してまたそのパンクも聞いてたっていう、結構ぐちゃぐちゃなんですけど、私パンクも聞いてたんですね、はい、メタルとかも聞いてたんですか。メタルもちろん聞いてました、ね、それはいくつぐらいの時ですか。それは、その辺はまあ大体その兄の影響だったんですけど、はい、兄がだから、まあ、僕岡山県の田舎に住んでたんですけど、はい、大学で東京に出てきて、うん、東京から帰省してくる時に、はい、新しい情報を持って帰ってくるんですよ。レコードとかテープとかを持ってくるんですか。そうです、アイアンメイデンのこのテープですね、基本的に、はい、カセットテープ。で後でジャケット見たら恐ろしいジャケットで何このバンド聴いたらかっこいいみたいな感じで、いろいろ新しい音楽というか当時のね、あのロックとかを、そこから僕は情報を得てましたね。楽器をやってみようとか歌ってみようっていうのはまだ先なんですか。全然先なんですよ、高校まで。高校生の時にとってもギターの上手い友達がいまして、はい、みんなでその彼の家に集まって、うん、放課後に、うん、でレコードに針を落として、うん、演奏が始まるとそれに合わせて同じように弾くっていうのをみんなで見てるっていう、弾いてみた動画みたいな感じですね今それをみんなで見てたんですよ、すごいな、はいはい、で高校卒業までに彼を文化祭に出した方がいいんじゃないかっていう友達の、なるほど、意見が高まりまして、うん、彼を中心としたバンドをまあ作ってっていうことで、僕はまあ率先的にやってたわけじゃないんですけど、当時軟式テニス部だったんですけど、掛け声とか出すじゃないですか、はいはいはい、その声が結構高かったっていう理由で、あのハードロックが歌えるんじゃないかっていう推測のもとに見切り発車でボーカルに指名されたっていう。
そっから歌うのが楽しくなってって感じですか。そうですね、やっぱりこう、まあ、バンドでみんなで合わせてとか、うん、でやったやつも撮って聞くとかね。で本格的にその後バンドは大学生になってからとかやるんですか。それもまあ大学で、まあ僕は横浜の方に行ったんですけども、はい、東京にまあ来てた他の同じ高校の同級生とかと集まってバンドをやったりとかしてましたね、うん、あそうなんですね。ライブ活動もしてたんですか、はい、ライブっていうほどのライブじゃないですけど、まあ機会があればそういうのに出たりとか、ライブハウスで。ビーズで活動を始められたのが何年でしたっけ。デビューが88年。88年、はい、その前にその準備段階みたいな感じでプロとしてのはいつぐらい、まあ、大学入ってその友達とバンドやってたりしてて、はい、でそこでまあちょっと自分でも欲が出てきたというか、うん、少しその何かこう、まあ、多分今思えばそのアーティストへの憧れというか、うん、もうプロの世界とのなんかつながりが持てないのかなと、うんうん、もっと人目につく機会がないのかなみたいなことで、はい、そのボーカルスクール、はい、よくあの音楽雑誌の裏の方にいろんな学校の紹介やって、はい、それの中あの広告を見て、はい、でまあ、当時ラウドですと関係あった、はい、まあ、ビーングなんですけども、うん、そこのボーカルスクールの広告見てよし行こうと思って行って、そこがまあ最初のきっかけなんですけども、うん、でコーラスのバイトじゃないですけど、そのレコーディングの、うん、まあ、高い声がちょっと出たので、はい、そういうのをやったりとかして、うん、まあ、だんだんそういうつながりができてきて、うん、松本さんがまあ自分のバンドを作るっていう時に、そのうちの会社のスタッフが僕の話をして、うん、こういうまあ人もいますっていうことで紹介されたのがスタートですね、はい、さあ続いては作詞をテーマにお話していきたいと思いますけど、はい、まあ、稲葉さんといえば、まあ、ビーズの作詞 もう全部、ね、やられてる、はい、ということで、僕の印象として今まで会った人で一番飾ってない人だなと思うんですよ。そうですか、はい、まあ、裸にだってなれるさとか、あ、うん、まあ、安い香水つけないとか、そういった歌詞が、はい、昔からあったりと思うんですけど、それってすごく稲葉さんだなって僕は勝手に感じてるんですが、そういったところを書き始めたのって結構 初期の頃でもないですか。いや初期はですね、うん、本当にあの、まあ、松本さんそれまで TM ネットワークさんとか、はい、ね、非常にこうスケールのでかい、はい、あの華やかな、うん、ところでのサポートメンバーとしての活動ずっとしてて、うん、自分って割とこう田舎から出てきて、うん、こうロック好きっていうだけで、はい、あんまりこうメジャー感がないっていうか、そういう自覚がとてもあったんですけど、はい、そこのレベルというかその雰囲気にこう自分もこう到達しなきゃみたいな、うん、そういう背伸びをする必要性をすごい感じてて、本当に初期の頃はってことですね、うんうん、だから歌詞もその自分の経験したことがないような、うん、そのおしゃれな世界を想像しなきゃいけなかったり、だから今読み返したりするとそれが逆に微笑ましいんですけど、うん、結構等身大の歌詞を書き始めたっていうのはセブンスブルースとかあの辺の頃ですかね。そうで、もうちょい前かな。やっぱりライブをずっと始めてたっていうのは大きいと思うんですけど、うん、結局その割と自分をさらけ出さないとできないじゃないですか、うん、ライブって、はい、それをまあずっとツアーを続けていくことでなんかその自分をこう出せるようになっていくというか、うん、でライブはその場でリアクションもあの感じれたり見れたりもするので、はい、なんかそこで その確認作業っていうか自分のやってることに対しての、うん、これをやるとこうなんだみたいな、うん、のでなんかそのだんだんこうビーズの稲葉というのと自分っていうのがこうだんだんこう近くなっていくというか、自分を出しやすくなっていったと思いますね。そんな本当にたくさんの詩をたくさん紡いできた稲葉さんなんですけども、書籍詩案が発売になると、はいはい、これはどういった書籍なんでしょう。これはですね、書籍というなんです、まあ、いわゆる作詞の作品集なんですけど、今まで書いてきた、うん、歌詞ってもう世に出てるし、はい、いくらでももう読めることはできるんですけど、はい、メロディーとかがなくて歌詞だけを見てどういう風にあの受け止められるかな、普段曲で聴いてる時に気になってたところじゃないところが気になったりとかするんですよ、うん、それがすごい面白くて、だからそれをまあ今まで書いた分 100% じゃないんですけど、ほぼほぼまとめて。ビーズだけですか。ソロも。いや、ソロも。ソロも含めて、はい、あと少しだけその歌詞になる前 の、はいはい、あのただ書いたやつだけみたいな少し、はいはい、卵の状態、はいはい、うん、も付け足してまとめてあります。
さあそれではここで稲葉さんが作詞をしてきた楽曲の中ですぐ書けたスラッと書けた一曲そんなのありますか？正直あんまないんですけど、一筆書きみたいなのないですか？今パッと思いついたのはその、はい、ウルトラソウルってあるじゃないですか、はいはいはい、でが、まあ、あれが当時世界水泳でアスリートの気持ちを自分で想像してというか、はい、その本番に向けての、はい、そういうところを想像しながら書いて、あれはまあ大変だったんですけども、うん、それを書いてその時にもう一曲そのゴールドという曲を書いたんですけど、はい、それがですねウルトラソウルを書いてその対みたいな存在だったので、うん、なんかその裏表みたい な厳密に言うと違うんですけど、はい、試合前と試合後みたいな感じで、はいはいはい、前ができたので割とそのウルトラソウルに対してこうみたいな自分の中でね、うん、そういうノリで書けてすごく書きやすかったのを覚えてます。あー、はい、テーマというか、ウルトラソウルを聞いて自分を鼓舞してその結果ゴールド頑張りましたで結果が出ました、うん、表彰台に立ってるかもしれない立ってないかもしれない、うん、でもその時の気持ちみたいな、